ハノイリビングの田口です。今私は、ビンラン通りですね。ビンラン通りに来てます。すぐそこがもうファンケイミン通りですね、はい、の交差点があって、ちょっと先に行ったところですね。ちょうどカウンターバーのチャンティックさんとかスリアとかね、こういうのがあって、はい、この先行く と トンペイとかね、ああいうとんかつの美味しいお店とかがあります。はい、この通りのですね、この鶴屋さん、チャンティックさんのこの中、この通りの間、ここに、路地があるんですよね。この路地の先にある新しいサービスアパートです。はい、もう22ハウジングってね、これ看板で頑張って営業されてますけども、ここですね。ここ。はい。この、アパートですね。でこれよく見れば右側は建物で詰まってるんですけども、はい、この横が路地なんですよね。ですのでちょうど角ですね。角なんで横にもね、窓がこう、取り付けることができてとても明るいんですよね。はい、で、この1階部分はシャッターが閉まるように電動シャッターなんですけども、一応呼び鈴なんかもあるんですけど、これですね。でも呼び鈴で守衛さんを呼ぶというのじゃなくて、各個、契約したお客様にこの電動シャッターの電動リモコンは渡します。ですので、入居するとき、入退去ですねするときは電動シャッターで自分で自由に何時でもいいんで開け閉めできるということです。ですので守衛さんを起こして待たなきゃいけないとかね、シャッター閉まってればそういうことは一切ございません、はい、っていう条件のアパートですね、はい、1階部分に守衛さんがお住み込みでは、まあ、一応住んでいただいてくれてますよね、はい、でここに、バイクとか自転車を置くこともできると思うんですね、はい、できます、はい、じゃあエレベーターもついてますので、これから空いてる部屋見ていきたいと思います。ワンベッドルームとツーベッドルームとスタジオタイプがあるんですけども、残念ながらスタジオワンベッドはもう埋まってます。なので今日お見せできるのはツーベッドのお部屋ですね、はい、じゃあ撮っていきます。じゃあ室内撮っていきます。まずツーベッドルームのお部屋ですね、広さは75平米から80平米、ちょっとね縦に細長い形になるんですよね。ツーベッドルーム空いてます。全部で8部屋あるサービスアパートですね、はい、そのうち2ベッドルームは3部屋あります。1ベッドルームは4部屋、スタジオタイプが1部屋だけ、合計8部屋なんですよね、はい、見ていきますね。ちょうどね入り口入ったところにリビングダイニングキッチンがあるんですよね、こんな風に、はい、このリビングダイニングキッチンを挟んで向こう側とこの手前側に2つ部屋が あるわけですね。端の方に2つのベッドルームがあると、はい、間にリビングダイニングキッチンが挟まれているっていうそんな間取りなんですよね。横は横でちゃんと窓がついてましてね、明るく光を取る風通しを、まあ、取ることができると。ここは角なんですよね、やっぱりね、横と後ろがビッチビチにこう津田がこうくっついてて道路面だけしか空いてないっていうサービスアパートじゃなくて、角も取れるのでこういうね側面に窓がつくわけですよね。こちらの感じですよね。でバルコニーがあってこうやって見ると明るいですよね、はい、とても明るい。もう向こうはすぐロッテが見えてます。はい、場所はもう林南のど真ん中、ファンケイビン通りと林南のまあちょうど交差点あたりからちょっと一歩入った奥に入ったところなんですよね。なんでもう場所的には最高、むちゃくちゃ便利なところにありますよね。でクローゼットがあります。こんな感じ、ちょっとしたバルコニーもつくんですけども、まあ、これぐらいの収納があって、はい、まあ、洋服掛けがあって、下と上がまあ天袋のようなスペースがあると。ここが一つ、はい、でもう一つがこの奥ですね。あ、その前にちょっと、洗面見ときましょう。サブベッドルームの洗面ですね、こんな感じ。ここが グラスシャワーになりますね。換気扇ももちろんあります。でイナックスの便器、ヒップウォッシャーはついてますね、はい、イナックスの洗面があります、はい、ここと、あとは、まあ、テレビがあって、テレビ台でダイキンさんのインバーターエアコンがあります、
はい、で、ウォーターサーバーですね。ちょっとした収納、はい、収納、まあ、これははい、下足箱ですね。下足箱、はい、下足箱がこうあります。どうしてもね、かまちがちょっと取れない分こうなってしまうんで、玄関入り口ですから、もう横にこう靴箱、下足箱を置くしかないわけですね。はい、リモコンもちゃんとね、ダイキンなんでついてます。タイマー設定もできますので、はい、夜タイマーでも切ったりつけたりすることもできると。 L 字型のキッチンでマイクロウェーブがあって、広めの一口のキッチンシンク、二口の IH のクッキングヒーター、はい、あとお鍋類とかね、もろもろキッチン類、キッチンバサミとか、チョップスティックの、まな板、包丁、全部ついてます。はい。ここも新しいですね。ちょっと今ね、水が抜けてますけど、はい。ハウスキーパーさんが多分拭いてくれると思います。はい。こんな感じですね。これが、リビングダイニングのキッチン。はい。で、このもう一つ奥に、これがメインベッドだと思います。ここがメインベッドルーム。上には窓がついてて、で収納があります。エアコンはもちろん各部屋に、ダイキンさんのインバーターエアコン、壁掛け型がついてます。はい、でドレーサーみたいなものがあってね。で、はい、ここが、洗面、もう一つ2ベッドルームで2バスルーム、ここはイナックスさんの、はい、シャワートイレですね。はい、ウォシュレットではないですよね、TOTOさんじゃないので、はい、ただもうウォシュレットのようなものはちゃんとついてます。ヒップウォッシャーももちろんついてます。はい、でバスタブがあって、まあ、ウォームライトなんかもついてますよね。はい、ただ、まあ、ここのバスタブのお湯タンクは50リットルですから、どうでしょうね、半身浴ちょっとできるかなっていう感じでしょうか。はい、ガラスのこういうね、棚が結構ついてるので便利ですね。シャンプーとかリンスとかね、冷えそういうのが起きやすいですよね。はい、イナックス製を使ってます。こんな感じですね。一番これが広いタイプだと思います。75〜80平米。あと、洗濯機と乾燥機、2ベッドルームの場合はちゃんとね、こんな風にエレクトラックスの洗濯機と乾燥機が付きます。はい、セパレートで付いてます。ランドリースペースが付くということですね。はい。まあ、金額に関しては、ちょっとこれ1000ドルを超えてくるんですよね。1200ドルぐらいから1300ドル。ぐらいの間だと思っていただければ結構です。はい、2ベッドルームが3部屋あります。家賃に含まれるサービスは税金と管理費、レッドインボイスは出ます。ハウスキーピングサービスは週3回掃除、洗濯、アイロン掛け、お皿洗い全部やってくれます。はい、あとはインターネットの使用料、 Wi-Fi 付きですね。でケーブルテレビの使用料、これは、それと日本の番組が40チャンネル、地上波、BS、CS 全部入ります。はい。あとは、蛇口ひねって出る水道料金ですね。あと、飲み水ボトル代として、1ヶ月に19リットルの飲み水、これが2本ですね。2本サービスで付けます。全部ひっくるめて、この家賃ですね。家具とか電化製品の使用料ももちろん全部入ります。はい。ここにあるものをそのまんま使ってくださいと。はい、使用料はもうこの家賃に含まれているということですね。はい、これが2ベッドルームのお部屋ですね。75〜80平米のお部屋の様子ですね。いかがでしょうか。